これ以上クリアにしようはないので。ないですね。まあ、それはないと思います。で、ここから、ちょっとまあ、立ち話して申し訳ないんですけども、今からどういう。短時間に。短時間に。はい。はい。はい、わかりました。はい。府の立ち入りは今あると思います。え、今から？はい、府の立ち入り検査があると。いつからですか？今からあるんで。え、現場で？現場で府の立ち入りがあると。え、なんで今からやる？いや、それはわかんないですよ。これ書いてます。14日までの都庁医師学会提出の文書には石橋先生の名前は削除されていますね。あるところへは総括教員と名前が上がっているようです。25日にはっきりお断りさせていただきますので、そのような間違いはないと思いますが、念のため確認させてくださいのは聞けますから、石破先生が教員採用で採用したいことはもう間違いないです。で、そのもう一人の女の子は、なんていうかな、学校の先生、本人はここで勤めたいって言ったんですが、学校の先生がダメだって言って、だからそれもそれは嘘ではないです。はい、それで今日はちょっとそれぞれ今からどんな選択肢があるかっていう話をちょっと一回させてもらいたいと思ってます。思ってます。で、一つ目は、普通に14日提出して、まあ、16か23かわかりませんけども、判断仰ぐっていうことですね。判断仰ぐっていうことなんです。もうこの時にはもう、これ、ここら辺でそれ以上説明できないからもうそうだっていう話と、もうひたすら鎖国のこの不正受給みたいな話ってこれからたくさん続かれると思うんですよ。僕昨日も言ってたんですから、まだ出ますよって、絶対出ますよって、まだずっとこれ続きます。だからそう、まあ、耐えるかどうかは別にして14に提出して16から23の判断を仰ぐっていう考え方は、まあ、あります。で、あともう一つはもう取り下げる、もうそもそも14日に出す前にもう認可申請を取り下げて、もうこれ以上できませんって言って万歳する。でそれ万歳するって、いや、なんで通るか通らへんか 1% でも可能性があるんでやったらいいんじゃないんですかって話になりますけども、それやる意義っていうのはこれ以上嘘をつかない、ね、でそれで幕引きになるからこれ以上何も出てこない。今参考人招致の問題とかまだくすぶってるものがたくさんあるんです。そういうのが全部終わります。参考人招致が、なんて関係ないんじゃないですか、私は別に。やってきたらそれを。維新ももう OK してて、松井知事が、そうやって言ってプレッシャー今かけてますから、自民と公明は拒絶してるけども、もうそういうのがずっと続くと、それが、じゃあ16とか23まであと1週間も耐えれますかって話。まだまだ出てくる記者ももう今もう、躍起になって。何が出てくるんですかね。いや、だから、ここからさ、こんなん出てくるなんて思ってないもん。そうです。今聞いて、要は、社会福祉法人の定額に、兼務はあかんみたいなんです。もう、だからこれも、いや、実際あんだけ載せてるから、あかん話って間違いないと思いますよ。だそれわざとやったから別ですよ。でも、こんな話が山ほど出てくるから。で、僕、今、前も言ったように。山ほどって。いや、副園長のね、過去の、行動のこととかでも、まあ、言ったじゃないですか、前にそのはめられたっていう話されてましたけども、そんなのもうすぐ出ますって、だって僕に出てますよ。出てますから、僕の問い合わせ来てるから、だからそういうのとか。だからそれもホームページでちゃんと出ます。僕もどれくらいあるか分からないけど。ホームページでちゃんと全面して、後ろ足切られたんですよ。分かってます。でも、そういう話が、もうこれからも出てくるから。これからも出てくる。もう山ほど出てくるから。もうみんな山ほどないな。いや、僕自宅まで来られてるからね、記者に。言ってないけど。自宅まで来られてるし、事務所の下にもずっと人張って待ってるし。もうそういう状況なんだって、彼らも何より構わずやってきてるんだって。だから何が何が正しいかなんて彼らは考えてないから。でも何があるんだろう。何があるって僕こんなんだなと思ってなかったもん。おとつ言われた。だから昨日ああいう話しに行ったんだよ。連絡あったよ。市役所のね、松井市とやってたよね、これ。ここの市役所松井。市役所の松井市とやってたんちゃうの。何しよう。話してたよ、電話で。おとつ。
やばい間違うな。で、まあいいですかね。まあ取り下げるってあれば、どのタイミングかっていうのはありますけども、もう選択肢としてはこれどっちかですよ。どっちか。だから、それは、藤原さんとしてどうしたいかって問題もあると思います。例えば藤原さんが、まあ、今の段階で例えばもうあとちょっとなんだけども、これ以上工事を進めないと、ね、やめるっていう話やったら、それも今日言ってもらった方がいいと思います。うちはもうここまで来たらね、もうほとんどキャッシュで払っていってるんで、だから中古機器に関してももう今日で正直ね、僕ら気になってるのは、まあ、仮に認可が出なかった場合に、まあ事実上債務超過なんで。そうなんですか。いや、それはそうでしょ。藤原さんに対する工事代金とか、はい、もろもろの返還しないといけないサスティナブルの分とか、はあ、そうすると破産しないといけない可能性があります。はい。そうすると、はあ、藤原さんに対する工事代金払えないという可能性がある。これも説明するから詐欺になるから、僕らが。はあ。